メビウスファイナルファンタジーのムービー編を紹介してもらいたいと思います。プロジェクトリーダーの浜口さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いやー、もうメビウスファイナルファンタジーはもう一目見ただけでもうね、グラフィックに力入れてるのが丸分かりですから、そのグラフィックをぜひ見せていただきたいです。本当にこうナンバリングのこう FF ナンバリングを作ってた開発チームがそのままこう今回コンソール、うん、あのスマホの方に来てるんで、はい、本当にスマホの FF のクオリティがもう完全にスマホに移植されたと、うん、それをこう実際にこう見ていただこうかなと。はい、これもすごい、はい、じゃあこれは最初のゲーム序盤の、そうですね、いろいろ物語を進めていくと今こうあらすじってところに入ってるんですけど、はい、過去のカットシーンとかもそういうの全部見えるようになってるんで、こう実はこうこんな衣装でもう一回見たいなみたいなのとかも、はい、ジョブを変えてですね、こう違った楽しみができる。そのムービーも別 の, あのジョブに反映されてるっていう。そうです、そうです。ああ、そうなの。そういうちょっと楽しみもあるかもしれないですね。はい、じゃあこの実際に一番最初の序盤の目覚めっていうか、はい、ご覧ください。おお、どうですか。すごいですねこれ。うーわ、本当に今のコンソールでやってる描画の技術をそのままもう持ってきてるんで、本当にリアリティを高く、紙とか本当になんだこれすごい、なんか一本一本ちゃんと鉄とかこの辺の質感とか、はい、非常にこう光のつけ方みたいな、ちょっとまあ技術的なあれになっちゃうんですけど、はい、フィジカルベースライティングっていうと、レンダリングっていう本当に今最近流行りの、はい、本当にリアルに現実にあるライティングと同じ計算をゲームの中でもしようっていう、そういう技術が使われてですね、はあ、綺麗なこうリッチな映像が作れてるっていう。すごいですね、はい、今のもう数十秒でもう丸分かりです。うん、どうします、最後まとめてください。はい、今ので一目瞭然です。皆さん、これが何本もどんどん進めていくと、まあ、見られるという、そうですね、他のストーリーもたくさんのカットシーンも準備しておりますし、はい、こう配信していきながら新たなカットシーンも追加していきます。これはすごいです。はい、今のスマホの最高のグラフィックを堪能してください。決まった、さよなら。